皆さん、こんにちは。ミイサチャンネル、資格ハンター編です。開示代理士試験対策として、過去の口述試験問題と模範回答を読み上げますので、試験勉強にご活用ください。船舶職員及び小型船舶操縦者補級開示代理士、口述試験の模擬テストを行う。 船舶職員及び小型船舶操縦者法に関して5問出題する。第1問、操縦免許証の執行再交付を申請する際に、操縦免許証再交付申請書のほかに提出しなければならない書類を2つ述べよ。 ここで、法とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法を言う。規則とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則を言う。第一問は、速第85条第1項及び第144条第6項において順用。 する第143条第11項からの出題。模範回答、会議士身体検査証明書、小型船舶操縦士身体検査証明書、小型船舶操縦士身体検査合格証明書または、会議士身体検査合格証明書、会議士、 公開の資格に関わる者に限る。登録操縦免許証執行最高不公衆の過程を終了したことを証明する書類、手数料の納付書第二問,問、小型船舶操縦者が、 小型船舶に乗船している者に救命胴衣を着用させなければならない場合を具体的に2つ述べよ。 第2問は、即題13第137条第1項から第3項までからの出題。模範解答、高校中の特殊小型船舶に乗船している場合、12歳未満の小児が高校中の小型船舶に乗船している場合、高校中の小型漁船に一人で乗船して朝サに従事している場合、 小型船舶の曝露甲板に乗船している場合。第3問、船舶職員及び小型船舶操縦者法において、小型船舶とは、どのような船舶を言うか二つ述べよ。 第3問の模範解答、総トン数20トン未満の船舶一人で操縦を行う構造の船舶で、スポーツまたはレクリエーションの用のみに供する長さ24メートル未満の船舶。第4問。 船舶職員及び小型船舶操縦者法が適用除外となる船舶の長さ及び出力を述べよ。 第4問の模範解答、長さ3メートル未満推進機関の出力1.5キロワット未満だ。第5問、会議面上の更新要件について、必要な乗船履歴を有する場合以外に認められているものを一つ述べよ。 第5問の模範回答、下記のうちいずれか、一つ同等業務認定を受けている場合、登録会議面上更新講習の過程を終了している場合。以上で、今回のみいさチャンネルは終了です。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。よろしければ、 高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。